皆さんこんにちは、ニンニクハンターです。今日もアップデートで何が変わったのかご紹介していきたいと思います。ニンニクハンターチャンネルではこれからも一緒に遊ぼうの動画をどんどん撮っていきます。皆さん応援よろしくお願いいたします。できましたらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。それでは私が今回このアップデートで良かったなぁと思う点をご紹介していきたいと思います。今回良かったなぁと思う点は、コンサートを記念して制作した、帽子や服なんですけれども、プレイトゲザーのマークであるプレイという文字が入ってるんですね。これかっこいいですよね。続いてはこちらです。世界一のコンビニ、セブンイレブンというふうに言われてるんですけれども、もう入るだけでブニーコスチュームっていうのがもらえるんですね。私のフレンドに今回アップデートで嬉しかったことを聞いたんですけれども、ぶっちぎりでセブンイレブンが1位でした。私の中で一番良かったなと思う点はこれですね。こちらのタイムラインです。最初は、メッセージと何が違うのかなとか戸惑っていたんですけれども、使ってみるとやっぱり便利なんですよね。ここから今度はついていくや読んだりする機能がついたらとっても便利になると思います。あとはこちらですね。自分だけの個性あふれる文字を選べるんですけれども、いろんな文字があるんですが、私は一番目立つ色がいいと思いますね。で、何かなって考えていたら、一番目立ちやすいのは赤か黒なんですよね。そう考えると今は黒でもいいのかなと思います。私の好きな色は緑色です。続いては今回のアップデート限定の商品をご説明します。こちらのバレンタイン卵はなんとダイヤを50も使うんですけれども、実はこれですね、今回のアップデート限定というふうに書かれてるんですよ。なのでもしかしたら次のアップデートでこの卵買えなくなってしまうかもしれません。そう考えると1個ぐらい買ってもいいのかなと思って今回買ってみました。今回私は猫が生まれたんですけれども、成長させてみたいと思います。さあどんな猫が生まれてくるんでしょうか。楽しみですね。ところどころにハートマークが書かれたピンクの可愛い猫になりました。続いての限定商品はこちらです。こちらも次のアップデートにはなくなってしまう可能性が高いので、もし欲しいと思っている方は次のアップデートまでによく考えて決めてみてください。私のフレンドのイケメンブラウンさん、あとはゲンゴロウさん、この方たちも乗ってこれいいよって言ってました。私の予想なんですけれども、こちらのスケルトンというのは目線がかなり低いんですよ。なので速度が 3.5 でもかなり速く感じると思います。今日はこの裏技を紹介して終わりたいと思います。こちらの裏技を教えていただいたのはハテラ君のフレンドアッサーさんになります。場所は新しくできたコンサートホールの2階になります。こちらの壁を突っ込むとなんと奥に入れるみたいなんですね。わこちらの特別席でライブを見るというのも面白いかもしれませんね。ちなみにこの場所に行くとフレンドについていくことはできても呼び寄せることができなかったりするので気をつけてください。ご視聴ありがとうございました。